まあ、あの本人の言葉の中にも、まあ、僕はその記録を、ね、大きく残したりタイトルホルダーであったりという、まあ、そういう選手ではないけれどもというのが、あったんですけど、いやもうしっかりと記憶に、そしてこの代打成績に関しては記録にも残ったという、こういうところですよね。そうですね、はい、ちょうどね中井さん、あの2003年の、ね、はい、優勝の時ね、まあ、彼はキャプテンをやっててですね、非常にチームを、ね、はい、まとめるのがですね、必死になってですね、はい、まあ、ちょうどチームの勢いもありましたですけどね、私ちょうど上の方でちょっと仕事をさせてもらってましたもんですから、はい、一緒になって、このお祝いをですね、はい、させてもらいましたですよ、本当にこう祝杯をあげさせてもらいましてね、はい、いい味を味わせてもらいましたですね、はい。さあ、それでは檜山選手の引退セレモニーへと移ってまいります。引退セレモニーを始めさせていただきます。進行を担当いたします ABC の楠敦雄でございます。よろしくお願いします。場内暗くなりますので足元を含めてご注意いただきたいと存じます。よろしくお願いします。4番ライト檜山、背番号24。まずはじめに私檜山慎二郎のためにこのような引退セレモニーを開いていただいた阪神球団の関係者の皆さん、本当にありがとうございました。そしてまたこのセレモニーに参列していただいたジャイアンツ球団の皆さん、そしてジャイアンツファンの皆さん、ありがとうございます。1992年5月30日、伝統あるタイガースのユニフォームに袖を通し、この聖地甲子園で僕がデビューしました。結果は三振です。振り返れば小さい頃から兄の背中を追い続け、今まで野球をやってこれたのも丈夫な体を産んでくれた両親のおかげです。そしてまたどんな時も明るく接してくれた家族、サリ、修正、総集、ありがとう。22年間いい時も悪い時も温かい声援をくださったファンの皆さん、代打檜山をコールされたとき、地響きが起こるような温かい声援をくださった、どれだけ勇気をもらったことか、一生忘れません。今日ここまで
皆さんと共に2回のリーグ優勝を僕は手に入れました。しかしながら日本一という称号はまだ手に入れてません。その忘れ物をいつか必ず取りに来ます。その時はまたファンの皆さん、タイガース球団の皆さん、一緒に戦いましょう。本当に僕は幸せ者でした。22年間ありがとうございました。ありがとうございました。続いて花束の贈呈に移ります。まずは読売ジャイアンツを代表しまして阿部慎之助選手、どうぞよろしくお願いいたします。ジャイアンツを代表して阿部選手から檜山選手に花束の贈呈です。まさに好敵手。もしかすればこの後まだ阿部選手、ありがとうございました。クライマックスシリーズの対戦もあるかもしれません。そして阪神タイガースを代表して選手会長関本健太郎選手、キャプテン鳥谷隆選手、よろしくお願いします。関本選手と鳥谷選手から花束です。ここはじっくり見ていただきましょう。鳥谷さん、関本さん、どうもご苦労様でした。そして最後に檜山選手の2人の息子さん、長男修成くん、次男総修くんからです。よろしくお願いします。11歳の兄と8歳の弟、2人の息子さんによる花束の贈呈です。ご苦労様でした。盛大な拍手を。ご苦労様でした。ここで檜山選手が9位に最後の挨拶を行いますが、まずジャイアンツの皆さんにどうもありがとうございました。ジャイアンツの皆様、お付き合いをありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。それでは檜山選手がナインに最後の挨拶を行います。どうぞ。順々に檜山選手が選手の皆さんにお別れを告げます。和田監督をはじめとして首脳陣、そして選手に一人一人手を取りながらこう挨拶をしていく檜山選手です。まあ、一人一人にこの感謝の意を表せて、表してというこの檜山選手の姿です。まあ、彼は
記者会見の時にも、まあ、歴代8人の監督のもとに使えることができたと、いろんなことを教えてもらったという、まあ、感謝の言葉を述べていましたが、もう周囲に対するそういう熱い気持ち、感謝の気持ちというのが格別な選手だけにね。そうですね、やはりに先ほどから言ってますように人間性の良さ、はい、ね、人当たりの良さ、人への思い、なんていうんですか、気配り、はい、そういうことをね、本当に従順すぎるほどですね、できる選手ですのでね、はい、まあ、それと同時に非常に統率力と言いましょうか、人を選手を仲間を集めることができる、まとめることができる、そういうこともね、申し分なしなんですよね、はい。まあ、この後、まあ、今浦方さんともね握手をしていますが、和田監督をはじめ各選手がマウンドに向かっています。別れを告げる檜山選手です。この後はどうやら胴上げがあるんですけどね。グラウンド中央、注目いただきましょう。檜山選手が輪の中に入ります。檜山選手8回の胴上げ、満面の笑み、ありがとうございました。まあ、いろいろこの引退セレモニーには、まあ、いろんなこう、ね、思いが交錯して、いろんな場面が過去にも見られたんですが、非常にこうなんていうんですか、爽やかなと言いますか、そうですね、爽やかですね、おっしゃる通りですよ。これは日頃のですね、檜山自身の、人と人との接触の中で培われてきたものだと思いますね。ですね、はい。まあ、もちろん今飲み込んだ込み上げる思いというのは当然あったでしょうけど、それでもやはりこの周囲の皆さんに笑顔を振りまき、そしてやり遂げたという何かしらほっとした雰囲気、そうですね、今彼を積んでるんでしょうね。そうですね、それと同時に、まだ先ほどの挨拶がありましたように、はい、日本一になってないということでね、そうですね、それを取りにまた行くというふうな考え方を、まだまだ俺はやるんだというね、気持ちの現れたその挨拶でしたね、はい、ですよね、はい。まあ、その言葉にあったように、1992年からこのタイガースのユニフォームに袖を通し、タイガース一筋22年、まあ、伝統のこの甲子園でのジャイアンツ戦でデビューをして、まあ、そして初安打もその次の日には放ったというタイガースの申し子のような、そんな野球人生。今日実は上田さん、これ場内をね、はい、普通は一周するということなんですけど、はい、今こうやって花束をもらったりいろいろやり取りしてますよね、はい、檜山選手の思いがあるのか、じっくり履修したいというような話のなんですよね。あ、そうですか、いいんではないですかね、はい、もう一周しただけではなんて言うんでしょうか、ね、やりきれないというか、言いようがないというんでしょうか、お礼のね、十分にできないという気持ちなんでしょうか。そうですね、ファンとの接触と言いましょうかね。こうやって花束、ね、大小かからずこう抱えていく、まあ、気をつけてほしいのは、はい、ね、ファンがの方が前にね、寄ってきてですね、はい、フェンスを倒すとかそういうことないように、気をつけてほしいですね、はい、中井さん、すごいテープです。はい、土井さん、今スタンドで、まあ、ご家族と一緒にセレモニーを見ていたんですけれども、まあ、皆さん感慨深げで、はい、特にお母様は、お父様が亡くなっていらっしゃるんですね。そうですね、それで、それ以来ね、来てないんですと、で
10年ぐらいこの球場では見ていなくて、ですから代打檜山というコールを生で聞いたことがないんですって、まあ、今日もスタメンだったんですけどね。そうですか、はい、でも本当にここまでよくやってくれましたということをおっしゃっていましたね。なるほど、まあ、上田さん今ね、はい、本当にお母さんの話もありましたけど、檜山選手は自分で誇れる記録はという質問に対して2年目のフレッシュオールスターで両親を、まあ、当時の福岡ドーム今のヤクオクドームに招待して、でその目の前でホームランを打って、うん、MVP を取れたと、うん、まあ、それを両親に見せることができた時に本当にプロに入ってよかったなと思ったというのをまず一つ、うん、それから今お父さんはもう亡くされているという話ありましたけど、はい、義理のお父さん、つまり、まあ、奥様のお父さんですよね、はいはい、が2004年の8月28日に亡くなって、その知らせを受けたその日の甲子園の広島戦でホームランを打った、そして次の日も2本のホームランを打った、あでその時のお立ち台で誰かに力をいただいていると思いますと、うん、名前こそ言いませんでしたけどそう言えたこと、うん、それを挙げたんですよね。あなるほどね、中井さん、はい、その檜山さんのお父さんのことで話しますとね、小学生の時に、当時、まあ、スイッチヒッターが流行っていて、はい、右利きなんですが、左もやったらどうだというお父さんの勧めで、はい、で当時、まあ、お家で経営されていた、まあ、工場といいますか、はい、場所がありましてね、そこを半分潰して、まあ、言ったらミニバッティングセンターみたいなものを作ってくださって、でそこでもう毎日毎日左で、はい、もう200も300も打っていたと、でもその時はもうそれが楽しかったというふうに、ね、はい、檜山選手は話していました。なるほど、今ちょうどジャイアンツファンの前に差し掛かったところですが、先ほどねジャイアンツ、それからジャイアンツファンの皆さんもありがとうございますという挨拶の時には、まあ、このスタンドのこのジャイアンツファンの一角からも大きな声援が起こっていました。まあ確かにこのペース、この話を今している中では一周じゃ足りないですよね、上田さん。そうですね、本当にね、何回も何回もね、まあ、顔を見せてあげないとね、まあ、今でこそこれ笑顔も見えますけど、途中やっぱり込み上げる涙はありましたね、はい、うん、そうですね、はい、まあ、ただ中井さん、はい、クライマックスで甲子園でやるわけですから、ありますよね、その時にね勝って、はい、また何回かグラウンド一周すればいいじゃないですか。まあそうですね、まあ、今日は公式戦の、まあ、これは甲子園での最後ということがあって、はい、阪神ファンにとっても檜山選手にとっても一つの大きな区切りではあるんですが、はい、先ほどスピーチありましたよね、はい、昨日の夜もスピーチのことを考えるとなかなか眠れなかったと、ただもう今日直前まで何にも考えてなかったそうなんですよ。あ、そうなんですか。で練習前もねちょっと噛むかもしれへんなということを言ってましてね、まあ、噛んだら噛んだでも笑ってもらったらいいしと、その方が気が楽やというふうにね、話していましたもん、檜山選手らしいですよね。デビューしましたって言った後結果は三振でしたってこう落とすところなんかも、いやもう関西人ですね、関西人らしいですね、はい、本当にね、まあ、やはり一流のテレというのもあるかもしれませんが、ただこうも言っています、野球は失敗の連続で、でもその連続する失敗の中でどう成長するか考えてみれば苦しいことの方が多いかもしれない、ただでも自分は本当に運が良く幸せ者だと、自分自身の野球選手としての転換期もやはり30歳前後かなと、そういう振り返った場面も記者会見ではありました。おっと、全員での大きな大きなグラティー、檜山選手が1周終えて今大きなグラティーですが、2周目ないのかな。ないですね。あ、このまま行くとないかもしれないですね。このまま甲子園球場の、あ、もう一回行きますね、今度は走っていく、ね、行きます行きます、さあ今度は走っていきます、まあ、本当にかみしめるような思いはまず皆さんと共有して、その後はみんなでこの万歳万歳で、檜山選手がまたファンのところに行きます。まあとにかく野球関係者、ファンの皆さん、家族、まあ、全ての自分を取り巻く人たちに感謝感謝ですという言葉を忘れない、9月7日の西宮市内のホテルでの記者会見、そしてその後の囲み取材の時の彼の発言です。まあ、選手会長も
経験しましたし、上田さんから話もありましたけど、やはりこうチームのリーダーとして、はい、物言わなければならない時にはやはりそういう役目も果たしたという部分はあったと思いますけどね。そうですね、何回かありましたですよ、はい、私もちょっと仕事をさせてもらっている時に、チームの中で、はい、いろいろその選手間の中で不満が出たということもありましてね、もう彼自身が矢面に立ってですね、はい、私のところにこう話を持ってきたことありましたですよ。本当に自分自身のことだけではなくですね、全てこれがチームのために、はい、選手のために他の選手のためになることだからお願いしますというようなことを、ね、何回か持ってきたことがありました。なるほど、上田さんはチームの管理部長なども歴任されてますので、はい、まあ、それぞれの立場でやはり言うべきことは言う、話し合いをするという場面があったわけですね。そうですね、はい、まあ、なることはなる、ならんことはならんということを、ね、ちゃんと説明すると、はい、まあ、彼自身、まあ、いろんな話してる中で非常に理解の示す男ですのでね、はい、言うべきことはちゃんと言ってきますけれども、はい、その中で、あ、これは無理だなと思った時には一歩も二歩も早く引いてですね、選手にこれは説明しますということで、はい、非常にこう私たちから見てもですね、そういういい男ですよね。なるほどね。ですから未だに お付き合いさせてもらってるんですけどね、まあ、本当に野球一筋というようなところがありますので、はい、本人も、まあ、一度ユニフォームを脱ぐなら脱いで、はい、また外から野球を勉強して、はい、またその恩返しがしたいという発言もあるにはあったんですけど、あ、ね、はい、まあ、まあそこら辺は球団と、ね、はい、本人の話し合いの中 で、まあでね、決まることですけども、はい、まあ、どちらかというとこれだけの統率力のある檜、はい、山、そして実績もある、選手間での人気もある、はい、そういった一般のファンの人気もある、こういう選手をですね、はい、果たして球団がですね、外からもっぺん見てみなさいと、勉強しなさいと言っていいのかどうか、そこら辺ですよね。私はね、もったいないと思うんですよ。さあ、檜山は最後ホームレートの後方から、まあ、声を合わせての万歳三唱、その後一言ありますかね。 ありますね、聞いてみましょう。みんなありがとう。皆様の声援どうもありがとうございました。以上で檜山選手の引退セレモニーを終了させていただきます。檜山選手に盛大な拍手を。ありがとうございました。ありがとうございました。22年間の選手生活に、まあ、今シーズンの公式戦本拠地甲子園での最後のゲームで一つの区切りをつけた檜山選手でした。いや本当に数ある引退セレモニーの中でも非常にこう、ね、心を打つ檜山選手らしい引退セレモニーだったように思います。そうですね、まあ、それと同時に私個人的な話ですが、はい、この日に、うん、放送させてもらったこと、はい、感謝します。いや私も同感でございます。本当にまあ、あとはね、はい、本当にクライマックスシリーズも残っておりますの で、 そ, うです、ね、ま、その後でその雄姿を見たいと思いますが、はい、そうですね。さあそれでは、このセレモニーも終了したところで今日のゲームを簡単に振り返っていきましょう。今日は代打ではなくスタメンで出場した檜山選手、そして、まあ、くしくも檜山慎次郎から藤浪晋太郎へのバトンタッチの日になりました。今日の先発は藤浪。まあ、立ち上がりはピンチを迎える場面があって、特に2回はワンアウト二塁三塁とあったんですが、下位打線ご覧のように寺内加藤小山の3者連続三振、さすがに気合も入っていました。檜山の第1打席です。ランナーなしの場面でレフトフライ。まずは今日は3打席あったんですが、そのうちの第1打席です。ゲームは4回に動きます。ワンアウトランナー二塁一塁ってバッター寺内という場面、やや甘めに入ってきたこの打球、センターの左に弾き返しました寺内。まず1点先制、さらにはランナー二塁三塁でこのプレー、藤井が相手の隙を突いてということでありましたが、悪送球になって、まずミスでさらに2点を失って3対0、まあ、この辺りは解説の上田二郎さんからも、果たして送球はどうだったのかという反省は一つ残るという話がありました。
4回の裏、檜山の第2打席はツーアウトランナー二塁三塁のチャンス、ライトセンター間へのフライに倒れまして、これが2打席目、ため息に変わった甲子園。まあ、若い小山をなかなか攻略できない中、これは7回加藤がライトフライで檜山の守備、まあ、守りの場面もいくつか見られました。そして、まあ、結果的にここでアウトになって最後の守備を終えてベンチに戻る檜山ということになります。その裏7回ワンアウトランナーなしで、これが結果的に最後の打席になりまして、ファーストゴロ、まあ、本人もここでの交代というのを、まあ、決めて、そして、まあ、場内にも一度挨拶をするという場面がありました。まあ、しかしゲームの方はなかなかその檜山の後押しができずに3対0のままですが、8回の裏ワンアウトランナー一塁で、この日高の当たり、まあ、ゲッツーかと思ったその矢先、サードの立岡がエラーをしまして、まあ、一気にワンアウトランナー一塁三塁。そして上本、もう小山もいっぱいいっぱいのところでしたが、なんとなんとこれが同点のスリーラン。これで一気に今日の風向きが変わりました。さらに2人フォアボールを与えて、ピッチャーは沢村に代わって、ああ、ここでもセカンドへというところで、今度は藤村がお手玉。ついにタイガースがこの試合8回に逆転4対3。そして9回の表、ま、ジャイアンツも粘って、そのエラーを犯した立岡が最後のバッターとして登場で、ショートゴロ、試合が終了というところです。まあ、なんとも非常なこう因縁といいますか、人と人と の, この気持ちが交錯する今年の甲子園ラストゲームでした。ご覧のように4対3でタイガースが逆転勝ちを収めた今日のゲーム、そして檜山選手の引退セレモニーのあった今日のゲームということになります。